よし、やるか。不法入国の船に。邪魔だな。敵を仕切ってんのはあいつか。あの指揮官さえ倒せばザコは逃げ出すはずだ。よし、あの偉そうな奴からぶっ飛ばすぞ。麦わら、ゾロや。何なんだこの騒ぎは。あれ、ドラオー久しぶりだ。そうだ、敵倒すの手伝ってくれ。ガソリンガン、ディズニーバスマン、お客さん。おかげで楽に片付いた。縄張りを奪って敵の目を引きつける。それで戦力を分散できるはずだ。おいゾロや、騒ぎを起こさねえだ。あれほど誓ったよな。よっ、ロケットハッ、オークライフル、スタンド、イーグルパンチ、
ロケットミサイル、ハッ、よっ、さあ、よっ、レッド。
そこまでだ。テレフォントガン、ガソリンガン、ヒズリーバスガン、俺はここで敵を引きつける。敵の運勢も相当いいようだ。潜入していた麦わらの部下は捕獲完了だ。手が足りないなら加勢しよう。さっさとこいつら倒して助けに行くぞ。イーグルバズーカ、同盟が揃ってワノ国にいると何をするか。文句はバレたし、花屋は捕まり、あいつら考えうる最悪の事態に仕上がってる。コケット、核を取ってくる。ホーキンス、あとは任せたぞ。人間のシャボンでも以来か、わかるな。ロー、お前にバレる前に口を封じるつもりだったんだ。シャンブル、インジェクションショット、俺までだ。イーグルパス、ポケット、邪魔な奴はぶっ飛ばした。急いでウソップたちを助けに行くぞ。
どいつもこいつも不甲斐ねえな。おいジャック、ライドも相手に何を手こずってやがる。竜、なんだあれ。カイドウ。カイドウって竜なのか。奴の能力だ。カイドウは巨大な竜に化ける。えっ、麦わらや、てめえ何やってんだ。おいカイドウ、ぶっ飛ばしに来たぞ。お前は。俺はルフィ、海賊王になる男だ。ゴムゴムのエレファントガン。人型に戻った。何の王になるだと？小僧。あの麦わら屋が一瞬で。おい、ぼーっとしてる場合じゃねえ。ルフィを早く助けねえと。待てゾロヤ、闇雲に突っ込んでいっても奴は。お待ちください。キーモン、もはや和の国は敵だらけ。けどよ、カイドウならあの場ですぐ。今は焦らず。桃之助様と残る皆は一旦引き上げ。やっほこう百獣のカイドウ、麦わらのルフィを捕縛。その一大ニュースはある情報筋から密かに和の国国外へと伝わった。ドレスローザでルフィと共闘し、麦わらの一味の傘下に加わっていたバルトロメオとキャベンディッシュもこの事実に衝撃を受ける。ルフィ先輩が捕縛。ありえねえ、何かの間違いでねえか。なんだと、麦わらが。
カイドウ、それほどまでに強いとは。ルフィの身を案じる二人はすぐさま和の国に向けて出航する。カイドウ、お前、俺との約束破りやがったな。ルフィを追い和の国に上陸寸前だったビッグマムはカイドウに出し抜かれたことに怒りをあらわにする。一方海軍本部は和の国が世界政府非加盟国であるとして黙殺を決め込む。しかし事態を重く見たフジトラはある密命を下す。麦わらがカイドウに捕まってビッグマムも黙ってないでしょう。すでに和の国に上陸寸前って報告がある。四皇同士の激突が世界にどんな影響をもたらすか分かりやせん。和の国で麦わらの一味の支援をしちゃくれやせんか。あの連中とまた手を組むのは正直うんざりだが、あんたの頼みとあっちゃ仕方がねえ。だがそもそも和の国は国外との交流を断った鎖国国家である。かすかではあるが、情報が流出したのはある海賊の陰謀によるものだった。ぜえ下準備はうまくいった。だがそう焦ることはねえ。おい野郎ども、出航の準備だけしておけ。そして動き出す者がもう一人。さてそんじゃ向かうとするか。あまたの強者が続々と集結する和の国。今ここで一大決戦が幕を開けようとしていた。こうしちゃいられない。待ってろルフィ、俺が必ず助けてやるからな。オーダー受けたまわりました。